フリードリヒアウグスト一世は、ザクセン王国の初代国王。はじめは、ザクセン選定公、一時元ワルシャワ公、在位、1807年から1815年。全米は、フリードリヒアウグストヨーゼフ・マリア・アントン・ヨハン・ネポムク、アロイスクサーバで、正御王と呼ばれる。フリードリヒアウグストは1750年12月23日、ザクセン選定公制し、 フリードリヒ・クリスティアンとその日であった、新生ローマ皇帝ケンバイエルン選帝校カール七世の娘、マリア・アントーニアの第一子として、ドレスデンで生まれた。1763年10月に、祖父フリードリヒ・アウグスト二世が亡くなり、後を継いだ父が在位2ヶ月で急死したため、フリードリヒ・アウグスト三世として選帝校位を継いだが、年少のため1768年まで叔父のフランツ、 クサーバが殺傷を務めた。1770年にビルケンフェルト宮中博フリードリヒ・ミヒャイルの娘マリア・アマーリー・アウグスタと結婚し、彼女との間に一人娘のマリア・アウグスタを設けた。フリードリヒ・アウグスと3世は初めフランス革命の波及を恐れ、1791年のピルニッツ宣言でホストを務めた後、フランス革命戦争でもプロイセン王国と同盟して、 反ンフ側で参戦した。しかし1806年10月14日のイエナ、アウエルシタットの戦いで、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム3世が大敗したのを見て、プロイセンとの同盟を吐き、ポーゼンの和訳でフランスと交和して、皇帝ナポレオン1世から王号を獲得し、ライン同盟へ加盟した。さらに、ポーランドをアウグスト3世の孫に当たるということから、1807年の ティルジットの和訳で成立したワルシャワ公国の君主となった。しかし1813年のライプツヒの戦いでナポレオンが敗北するとフリードリヒ・アウグスト一世はロシア皇帝アレクサンドル一世によって捕らえられた。戦後処理のために開かれたウィーン会議ではワルシャワ公国は廃止されポーランド立憲王国となった。ザクセン王国については プロイセン王国が自国への併合を主張したものの、メッテルニヒ、カーアスルレイシシャク、タレーラン・ペリゴールらが反対したため、プロイセンは北半分の活動で妥協し、フリードリヒアウグスト一世は、領土の3分の2を失ったとはいえ大いを保った。帰国後、フリードリヒアウグスト一世は、ナポレオン戦争によって荒廃した国土を、回復するべく、農業や商工業の発展、 法制度の改革、学芸の進行に努めた。ザクセンの工業化は彼の知性に大きく進み、また、ドレスデンやライプツヒはドイツの学問の中心地となった。フリードリヒ・アウグスト一世は1827年5月5日にドレスデンで死去し、男子がいなかったため王いは弟のアントンが継いだ。1770年にプファルツビルケンフェルト家のマリア。 アマーりえアウグステと結婚した。4個を設けたが、3人は死産であり、成長したのは1人だけであった。ありがとうございます。